やばい、なえる当たってますよね。死ねーよ。やっほー、さくらです。はい、今回はですね、仲良しのスタッフさんとスーパーにお買い物に行くんですけれども、まあただお買い物するだけじゃなくて、お互いに何を買うか予想しながらいくつ一致するかを検証していきたいと思います。イエーイ。はい、ということで、結構ずっと私の撮影にご協力してくださってるスタッフさんで、普通にまあ撮影以外でも楽しくお話ししたり笑ってるんで、まあ私は自信があるんですけど、どうですか？まあちょっとこっちもいろいろと考えはあるんで、揃えていけるかなとは。あ、で、あのルールとしてはですね、最初にどっちがどっちに合わせるとかも本当に決めないで、まあ、自分が合わせるとか本当にそれも予想しながらみたいなをいろいろ考えながら今回やっていこうと思います。はい、時計はないんですけど、今ね、あの15時ぐらいなんですよね。15時過ぎたぐらいなので、もう3時といえばせーの、おやつの時間。はい、おやつの時間なので、おやつ買いに行きませんか？行きましょう。はい、なのでおやつメインでなんですけれども、まず飲み物でしょ、チョコレート、ポテチ、グミ、おにぎり、サンドイッチ、アイスのカテゴリーで買っていきたいと思います。私も作戦あるんですよ、実は。なんか本当にいけんじゃないみたいな、全部揃う覚悟でマジで頑張りたいと思います。あと揃ったものは食べれるそうです。頑張ります。はい、ということでレッツゴー。はい、スーパーに着きました。ということで今からお買い物、中はカメラ回せないので録音でやっていきたいと思います。それじゃあまたね。はい、ということで今からしていくんですけれども、やっぱり私は誰かに合わせるとかじゃなくて王道でいこうかなと思って、ポテチの中だったら王道みたいなのを選んでいこうかなって思ってます。マジ自信あるかな。まずチョコレートですね。私的に明治でいきたいと思います。あとポテチですね。私的にポテチはあのポテトチップスの薄塩味か硬揚げポテトだと思ってるんですけど、どっちかな。サンドイッチはさ、やっぱりさ、卵じゃない？何なんだろう。おにぎりはお少ない、いいね。次飲み物いきます。私ね、飲み物は一番自信があるんですよ。なんでかというと、あの私スタッフさんの目の前でいつも飲んでる飲み物があるので、それにしたいと思います。気づいてくれるはず。今年の好きなモンスターはないわ。で、あとアイスですね。どうなんだろう、アイス。やっぱりさ、雪見大福とか王道で行こう。王道でもやっぱ王道バニラですよね。私抹茶好きって言ってる。でも言ってないかも、知らん。よし、決まりました。いいよ、会計に行きます。はい、戻ってきました。買ってきて今も隠してるんですけれども、あの本当に私これゼロだったらマジでやばい、なえる。かなりのプレッシャーだな、本当に、うん、ないもん、そのゼロとか絶対ないと思う、うんうんうん、ぐらい本当に自信があるので、お買い物行ってらっしゃいませでございます。わかりました、行ってきます。頑張ってください。川田さん、はい、目見てください。あれです、あれです、あれでお願いします。わかったぜ。やばい。ということで、金沢さんに行ってもらいます。じゃあ、レッツゴー。まずは飲み物ですね。僕は思うには、多分なんですけど、多分炭酸系だと思うんですよね。多分コーラ系だと思うんだけどな。いや、これマジむずい。次が、チョコっすね。今日ね、ちょうどさあちゃんがボソッとね言っちゃったんですよね、チョコレート、ガルボだったと思うんですよね。多分明治チョコとかだと思うんだよね。ガルボがなさげだから、ポテチも全然自信ないんだけど。いやいやいや、おかしいおかしいおかしい。ポテチでしょ、片揚げ絶対好きだろうし。いや、これかなりプレッシャーやな。おにぎりね、さあちゃん多分明太系じゃないかな。単純に九州出身だからっていうところもあって、舐めすぎかな。サンドイッチのところに行きます。単純に僕は食べたいのが、
たっぷりハムと卵サンドなんですけど、あ、サーちゃんどれがいいだろうな。おにぎりマジで今日多分バリエーションがないと思って、やべえこれ絶対当たんないって。いやーサーちゃん雪見大福好きそうやな。アイスがめっちゃ難しいわ。超無難にバニラでいってると思うんだけど、あれですって言われてもな、本当わかんねえよサーちゃん、どうしよう。とりあえず戻ろうと思います。おかえりに行きます。それじゃあまた。はい、じゃあスタッフ戻ってきました。はい、おかえりなさい。はい。なんかスタッフさんがすごいなんかずっと当たってないみたいな感じなんですけど、当たってますよね。もちろん当たってると思う。ですよね。無理やりテンション上げてくる。マジで本当にこれやらせなし、マジで。何からいきます？やっぱポテチ。ポテチ。せーの。もしかしてあのキャラメルコーン？違うよ。これは嬉しい、マジで。だけど他ガチで自信ない。マジで自信ない。じゃあやっぱ飲み物いきます。飲み物、飲み物。ちょっと待って、これはね、これはね、まだ比較的自信ある方。私自信あります。せーの、バブル。やったー。これはマジ嬉しい。これもマジ。じゃあやらせと思われる。いや、これはやらせじゃない、マジで。俺マジ迷ったの。俺いつもレッドブル飲んでるから、さあちゃんレッドブルって俺に合わせてくれるのかなと思った。そう、なかったんです。そう、レッドブルなかったんだよね。で、俺考えたらさあちゃんで何飲むかなと思った時に、あんま俺の前飲まないなと思って、バスミス以外。え、私コーラを飲まなくて、でもなんかいつもマックで絶対コーラ。そうそう、絶対。そう、俺もマックのこと考えた。俺ね、さあちゃんとのご飯の記憶ってマクドナルドが多いんだよ。本当にね。だからね、絶対俺に合わせてくれるなと思った。よかった。あの、アイス溶けるんでアイスいきましょう。アイスね、俺絶対自信ない。これマジもやったの。私も自信ない。せーの、パン。全然違った。あー、ちくしょう。パピコの最初コーヒー味取ろうとしたんだけど、その上になんか妙な状態にそれが置いてあったの。さあちゃんもしかしたらメッセージ置いてたかなと思って。いやそんな小細工してなかった。記念します。じゃあ次、グミいきますか。はい。せーの、ポン。出た。投げた。許してくれる。私お父さんめっちゃ好きって言ってたから。あー、全然。あー、うわー、マジ悔しい。いや、まだ挽回しましょう。よっしゃ、記念します。チョコ。あ、これね、マジ、俺マジで、ね、絶対ね、いつか、あー無理。大丈夫ですよ。絶対違うと、絶対違うと。分かった。じゃあ、お願いします。せーの、パッ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 。あ、こっちかー。こっちかー。こっちかー。前の撮影もあったから、一緒に食べたことあるから、絶対一口サイズかなと俺思ったの。食べましたね、一緒。そう、一口サイズかなと思ったんだよ。おにぎりいきましょう。おにぎり、あ、これね。あ、これどうだろう、これどうだろう。せーの、近い。ねえ、こんなんなかったみたいな時。補充されてた。補充されてる。補充されてるんですけど。いや、なんかおにぎりぶんなかった。めっちゃいこと。梅、梅が多かった。そうだ、さあちゃん梅好きなんだよな。ラストですよ、ラスト。ラスト、これは、え、これ合ってる。いや、結構サンドイッチでパッと。せーの、ドン。惜しい。惜しい。おー、うわ、くそ、卵これ2個も入ってんのに。いや、マジで、さあちゃんバランスで来るかなと思ったの。一番バランスのいいやつ選ぶかなと思って。え、違う、そんな。すごい。2個。いや、2個は、まあ、俺マジいけなかったと思って。でも、これさ、同じ種類なんですよ、おにぎり。同じ店やからな。もうそうだけど、明治も
なんかあの一口サイズが大きいのかがあのバラバラなだけだし、サンドイッチもあの卵どっちも共通してるし、あとは全然違う。じゃ惜しいラインだったんだね。そう、惜しいラインが多かった。じゃごめんなさい、もうちょっと。いや、私がごめんなさい。いや、楽しいですね。めっちゃ楽しかった。ってことで、まあ今日のやつは、ね、当たってるコーラと片揚げポテトだけ食べれて飲めます。え、抹茶嬉しい。めっちゃ嬉しい。どうぞ。ありがとうございます。いただきます。いただきます。はい、今回は仲いいスタッフさんと買ったものがどれだけ一致するかでした。検証動画でした。結果は7個中2個という結果になりました。だけど皆さん、あの私スーパー行ったんですけど、本当にいろいろ種類があったんですよね、一つのカテゴリーでも。なので2個揃っただけでも結構すごいと思います。次またリベンジして、次は7個近くなれるように。揃えたいですね。揃えたい。頑張ります。もっと仲深めましょう。お願いします。頑張りましょう。ということで皆さんもお友達とね、コンビニとかでもできるので、ぜひ遊んでみてください。ということで、せーの、チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。バイバーイ。チョブリグ。